はい、皆様こんばんは。仏教哲学研究会の秀明彦でございます。よろしくお願いいたします。はい、皆様からたくさんの高評価、いいねコメントいただきましてありがとうございます。皆様からの応援が将来のカルト症候被害撲滅につながると思います。今後とも応援よろしくお願いいたします。はい、今回の動画はですね、久しぶりに驚愕の現象でございます。お香木垣、これまあ二香木とも言いますけれども、このお香木垣偽作の真実第1弾でございます。まあこのお香木垣っていうこの読み方なんですけれども、なんか他にもなんか読み方があるらしいんですけれども、まあちょっとこのお香木垣っていう読み方が一番言いやすいんで、お香木垣というふうに読みます。はい、で、マテルナも二香木と呼びましてですね、これも二香というのは、六老荘の第4番目のですね、佐渡阿闍梨二香上人のことでございます。はい、で、これはですね、表向きは、その、箕面山で日蓮が、なんか法華経の説法をしたのを、この六老荘の第4番目の二香上人が筆記したものであるというふうな伝承になっておりますが、これ全くの後世の偽作であると、偽書でございます。はい、でこのお香木垣二香木が偽作である証拠の1からですね、6までを検証してまいりたいと思います。はい、でまずこのお香木垣というのはどこに載ってるかと言いますと、平成新編御所伝書の1818ページから1862ページ、創価学会版御所伝書の807ページから847ページ、日蓮聖人異聞伝書第3巻の2544ページから2596ページに載っております。はい、それではまず平成新編御所伝書から行ってみたいと思います。はい、平成新編御所伝書の1818ページから、はい、ここからですね、はい、載ってますね。はい、それで1862ページまで、はい、ここまでですね。はい、1862ページですね。はい、これが平成新編御所伝書でございます。はい、続きまして創価学会版御所伝書ですね。はい、それの807ページから、はい、ここからですね。はい、で847ページまででございます。はい、ここですね。ここで、終了でございます。はい、これが創価学会版御所伝書です。はい、続きましては日蓮聖人異聞伝書第3巻でございますね。はい、これが2544ページから載っております。はい、お香木垣ですね。はい、これが2596ページまで続いております。はい、ここまでです。はい、これが日蓮聖人異聞伝書第3巻でございますね。はい、それでですね、この横尾木垣の偽作の証拠の第1番目ですね。はい、この一番ラストのところなんですけれども、高祖大聖人お香木垣というふうに書いてあるんですよ。はい、でこの高祖大聖人のこの高祖という単語、それから大聖人という単語ですね、これはですね、はっきり言って、日蓮滅亡だいぶ後になってから使われるようになった単語でございます。はい、高祖も大聖人も日蓮滅亡だいぶ後になってから使われるようになった単語でございまして、この継承、特にこの大聖人という継承はですね、六老荘の滅亡以降の継承でございますね。はい、通常はこのですね、こうやって上の人、聖人というふうに呼ぶわけですね。はい、でこの聖人がお亡くなりになると、この聖霊聖人になるわけですよ。はい、だからその例えば日光聖人とか二光聖人とか日照聖人というのこの上の人というのを書くのを、今度はこの聖霊聖人というふうに呼ぶわけですね。これはまあお亡くなりになった後にこう呼ぶと、そしたら日蓮聖人も六老荘みんな聖霊聖人になっちゃうんで、今度は日蓮はその弟子の聖霊聖人を上だということで大聖人という敬称を使うようになったわけですね。はい、
ですからこれだいぶ後になってやから使われるようになったわけでございまして、こんなですね日蓮在世からこんな高祖大聖人って言葉は使われてないわけでございます。はい、それでこの高祖大聖人お香聞き書きという単語はですね、この一番ラストのところに出てくるんですが、平成新編御所全集と日蓮聖人異聞全集にはこの高祖大聖人お香聞き書きというこの単語が載ってるんですけれども、創価学会版御所全集にはこれがカットされております。はい、まあ都合が悪いんでカットしたんではないかというふうに思いますね。はいはい、続きまして第2番目でございます。御遺物配分にお香聞き書きの記載がないんですね。はい、これはですね、これは陰陽殿の検証の時にもやっていますが、この御遺物配分に陰陽殿がない、あるいはこの同じようにお香聞き書きもないんですよ。しかし、六老荘の第1位の日照上人に配分された中法華経は載ってるんですよね。はい、中法華経が載ってるのにお香聞き書きとか陰陽殿が載ってないのはこれおかしいんで、これがお香聞き書きが偽作である証拠の第2番目ということになるわけでございます。はい、はい、続きまして第3番目なんですが、このこれも陰陽殿の時と同じ検証なんですが、このお香聞き書きにもこの麦和心というのが出てくるんですよ。はい、この麦和心というのは陰陽殿とお香聞き書きのみに出てくる単語なんですよね。はい、でこの無二和心っていうのはもともと妙楽大師、丹念が説いた法華演技作戦の中に出てくる単語なんですが、日蓮はこの無二和心という単語を全く説いておりません。はい、はい、ということでですね、この無二和心というのはこれ日蓮の法門と全く矛盾するんですよ。そもそもね、日蓮という人は幼い頃にいろんなね仏教について疑問とかを持って出家したわけであってですね、こんな疑いなきを信というなんてこんなバカなこと日蓮が説くはずないんですよ。と矛盾しちゃうんですよね、これ日蓮の言ってることやってることがね、そんなことを絶対説くはずがないんですよ。はい、でこれは妙楽大師の法華厳義作戦の中に載ってくる出てくるんですが、これはですね、いわゆるこの景教、キリスト教ネストリウス派がですね、中国で、前世紀だった頃の中国天台宗の座主であるということですね。妙楽大師丹念という方で、711年から782年の方でございます。当時の中国の王朝は唐でありましたね。はい、でこのちょっと時系列的にちょっと検証してみますとですね、635年にキリスト教ネストリウス派の宣教団が唐の長安に入ったと。で638年に景教、キリスト教ネストリウス派が唐から公認されるということになりますね。で649年から684年にかけて慶治、つまりこのキリスト教ネストリウス派の教会ですねを建てる装飾が出てですね、この景教、キリスト教ネストリウス派が唐に広まったということがあるわけでございます。そして711年に妙楽大師が生誕し、727年に天台宗で修学、730年に天台宗の鮭元老に入門し奥義を受けると、そして745年大清国、いわゆる東ローマ帝国より高祖が来日して、中国にやってきて、このキリスト教ネストリウスさんは大神慶教というふうに名前を変える。そして、この慶治という言われているこのキリスト教ネストリウスさんの教会が大神寺というふうに名称が変わったということでございます。はい、で750年に元老が没しまして、その後後継として、天台座主になると。はい、ということで781年に大神経教流行中国碑が建てられるほどのキリスト教ネストリウスさんが唐で流行しまして、782年に妙楽大師が没と。でその40年後ぐらいの845年に唐の武宗の時代に開宗の廃仏が起こりまして、経教が弾圧され、天台山国政寺も廃止になってしまう。
ということになるわけでございます。はい、まさにこのキリスト教ネストリウス教教が唐で全盛時代だった頃の中国天台宗の座主でありまして、この無義末信というのがまさにね、このキリスト教の信ずる者は救われるにそっくりであるわけですよね。まさにこのキリスト教の影響によるものではないかと思われるものであります。はい。ということで、これは仏教にあらざる教義ということですね。はい。で、日蓮はちなみにですね、このキリスト教的な価値観を随分嫌っていたようですよね。極楽寺良寛、ですね、ハンセン病ですね、を救済するいろんな施設を建てて、慈善事業を行いましたね。いわゆるこの日蓮の異聞の中に雷病という形で出てくる病気でございます。そういう慈善事業をやっていた、その極楽寺良寛、仁宗ですね、仁宗上人をボロクソに、批判していたわけでありまして、まあ日蓮は随分こういうキリスト教的な価値観が随分嫌いだったようでありましてね、はい。だって、こういう日蓮は無義末信、こうキリスト教の影響を非常に強く受けているこの無義末信というものを、まあ、どこにも使っていないわけでありまして、はい。まさにこの陰陽伝とお香木焼のみに出てくるこの単語が出てくるんですね。はい。これが偽作の第3番目の証拠でございます。はい。で、4番目はですね、これも陰陽伝の時にも出てきましたね。建立ご本尊のことというのが、このお香木焼でも出てくるんですよ。はい。で、いわゆるこの建立ご本尊ということになると、この紙マンダラとか絹のマンダラ、すなわちその日蓮は紙のマンダラとか絹のマンダラを図形したわけですが、これは建立ではないんですよね。建立ということは道等とか建物とか物体を建てなきゃいけないんで、そうするとこれはやっぱり板本尊を指すということであります。日蓮は板本尊、板マンダラを一体も造立していないんで、これは日蓮の書いたものではないということになります。陰陽伝とお香木焼のみに出てくるのはこの建立ご本尊ということでございます。はい、これは第4番目の証拠でございます。第5番目ですね、お香木焼の書室がですね、なんと1500年、明応9年の、京都陽母寺二香木定本というのが最初でございまして、まあ、二香木だから、この二香厳流から出てきたんじゃないかというふうに考えがちなんですが、なんと富士厳流が書出しているということでございます。これが第5番目ですね。はい。で、6番目がですね、さらにこの無義末信のみならず、義書に登場する単語が、このお香木焼にも続出しております。はい。まず最初、法華釈福波紋門理というんで、これも、陰陽伝106箇所という、もう、義書が出てくるわけですね。で、あと、お香木焼ですね。だ如絶修行書。上野殿のご返事というね。この上野殿のご返事は、新規がない上野殿のご返事に出てくるんですよ。はい。この単語、日蓮、身に当たる大地とか、日蓮が身に当てての大地とか、日蓮が身に当てての訪問とかいうふうに出てくる単語ですが、ここで、新書なのは、漢字本土書だけですね。あとは、お香木焼、お陰陽伝、諸法実相書、偽書ですね。はい。さらに、自治流方針というのが出てきまして、これも、陰陽伝、お香木焼、106箇所、本人名称、上野総成寺。あと、天台真言奨励寺というのが出てくるんですが、あとこれは真筆がない異文でございます。はい。さらに、日蓮一人の句という単語があるんですよね。はい。一切史上の句は日蓮一人の句というのはね、官業八幡書に出てくるんですが、まあこの官業八幡書は、まあ真筆が残っているんですが、同じく陰陽伝に一切史上の意の句は日蓮一人の句というのがありますね。あるいはお香木焼には一切史上の句は日蓮一人、徳一人であるという、こういうふうにですね、陰陽伝お香木焼に共通する単語になっているわけでございます。
はい。さらに無茶三人という単語もこのお香付き焼きに出てくるわけでありまして、これが出てくるのは106箇所、音肉でお香付き焼き、東大寺町、三大高所、十八円魔女といってもいかがわしい分、あるいはこの寺祖がこうやって続々と出てくるわけですね。106箇所本人では寺祖ですね。で三大高所の寺祖、東大寺祖、十八円魔女も非常に怪しい文献であるということでございます。はい、こうやって見ますと、もう完全にお香聞き書きも日蓮の書ではなく後世の偽書であることが明らかでございます。今回はお香を聞き書き二香記がですね、日蓮の書ではなく偽書である検証をした次第でございます。はい、ご覧になられました皆様はどのように思われましたでしょうか。ご意見をお寄せいただけたら幸いでございます。はい、それではまた次回の動画でお会いしたいと思います。本日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。